ネトウヨの自民党を支持するおっさんたち、杉田美穂です。10代の時の写真ですが、よろしく。土地規制法案で頑張りました。中国、韓国から日本を守るため、沖縄の反対運動を潰すため、土地規制法案は必要です。5月21日衆議院内閣委員会で沖縄の取り締まりの質問しました。聞いてね。例えば全国から派遣される反対派の人々によって起こる交通渋滞や、プラカードを持った活動家が道路を占拠するなどによって、救急車などの緊急車両の通行の妨げになるなど、そういった影響も耳にしております。またフェンスに結ばれたリボンやガムテープで止められた横断幕、そして派遣された人々に支給されているお弁当のゴミなどが風に飛ばされるなどして基地の中に入ってしまうことも十分に考えられます。不法占拠による座り込みや道路交通法を無視した抗議活動についても